どうも皆さんこんにちは。いよいよ空中庭園も後半戦に入りました。今回は庭園6です。幸い最適メンバーが揃っておりましたので、今までに比べるとスムーズに行けた気がします。それでは早速スタートです。このステージは、スピードアップダウンのパネルが肝です。スピードが下がるごとに攻撃力がアップします。そのため、スピードアップだけを踏めば良いわけではないところが難しいところ。水戸紋章はこんな感じです。毎月クリアを想定して、しっかりとつけております。初回は付け替えなど大変ですが、一回つけてしまえば次回以降が楽になりますからね。さて、ここはうまくスピードダウンで削れました。ぷよは毎回少し復活するようなので、倒しつつ、ボスを削ります。ここもボス上のパネルはスピードダウンに調整してます。が、ボスにはいけず。しかしながら基本的なやり方はこれで良いでしょう。なかなか難しい。もたもたしてると即死が来そうなので、そろそろ倒したいところ。ここはボス下でスピードダウンし、削ります。無事いけました。最適キャラと水戸紋章をつけてのダメージなので、なければきつそうですね。大体のクエストに当てはまると思いますが、門芸ですね。さて、続いて捨てに。これはゾンビ処理が大事そう。とはいえぷよが多すぎるので、まずは処理してみます。あら、思った以上の成果。この数になればやりやすそうですね。ダメ。まあまだターンに余裕はありますので、地道に行きましょうかね。これが案外難しい。4つのパネルを考えるとパニックになりそうです。簡単そうに見えたのは撤回します。見た目以上に難しいかも。ターンの余裕がなくなってきたので、ちゃんと考えながら打ちます。全然ダメ、そろそろやばいです。こういうステージは枠外、左下のやつが即死打ってくること多いです。なんとか撃破、ほぼ負けてた。さて、捨てさんです。ここからはエナジーコンテナも出てきます。考えることが増えて大変ですね。蘇生はないので、着実に処理していきます。ここはコンテナに古墳で、減速しつつのルートで。これで厄介な真ん中は倒せました。ここも左のコンテナ拾ってから、どちらか倒せればいいかな。全然違うことしてしまいました。次は今の反省を生かします。
いい感じです。全然ダメです。後がなくなりました。ただ、やるごとに仕様は馴染んできました。ミスったら負けの位置だ。ビビって SS 打ちます。いけました。さて、右上にある通り、ここからは完全初見です。今までは庭園4までしかクリアしたことないので。さて、ここは右下にボスが隠れてますね。雑魚処理早めにした方が良さそう。倒せませんでしたが、ゾンビいい感じに削れました。なんかお察し、迷わず SS。一応厄介そうなゾンビは倒せました。さてボスが出てきました。これもコンテナと原則考えながら削ります。まあまずは雑魚処理からですね。これは結構いい配置。コンテナ拾って減速できそう。完璧に決まりました。いいダメージ。次も同じ要領で、敵に埋まった状態でコンテナ回収すると、別の判定までコンテナ消費しないのを利用します。完璧に決まりました。さて、いよいよボス戦です。どんな感じなのか、ワクワクします。これはステさんと同じ感じかな？村雨倒します。ここまで来ると、このクエの仕様にも慣れてきました。多少強引ではありましたが、まず一体、着実に処理するのが大事そうです。ここはコンテナ拾って左でスピードダウン狙います。惜しい。ご覧の通り、村雨は HP 全回復。中途半端なダメージではダメですね。いい感じに決まりました。ダメ。後がなくなりました。下の村雨は内部弱点のため、コンテナ2つ必要のようです。なかなか難しい位置、しっかり狙います。狙い通り、本当は右行こうとした。何はともあれ、ボス出現です。
ちゃんと減速すれば、結構ダメージ入りますね。これはいけそう。とにかくコンテナ拾いを優先しました。あ。パネルの上にいると何が起こるかわかりませんね。ここで負けたらもったいないので、念には念を。さて、なんとカラスゲー。まずはプヨとポチューンさんを倒しましょう。あ、ちなみにジュポーンさんは昔、ネタでポチューンさんと言われてました。蘇生だるい。一番やりたいやつやれました。ここで村雨か、大変。ただ、内部弱点じゃないのがまだいいですね。ですよね。プヨが邪魔でした。火ダメもそこそこあるので、もたもたできません。なかなかルートが難しい。惜しい。倒せず。実質後がなくなりました。ミスはできません。パネルの位置を微調整しております。狙い通り完璧なルートできました。次もミスれません。ここでチョッパー発動。ガイドマジでかい。パネルも慎重に狙います。ビットンに触れてしまっても失敗。さてうまくコンテナ、スピードダウン、村雨できるかな？いけました。ここが一番難しそう。あとはボスとの一騎打ち。カネキキュンも SS 残ってるんで、大丈夫そう。とりあえずスピードダウンからのコンテナ拾い、弱点狙ってみます。が、ダメ。しかし追撃が強すぎ。少しターンに余裕もできたので、冒険できます。下のスピードダウンからのコンテナ拾いからの弱点狙ってみます。100点満点でした。
今回は適性が強かったのか、運が良かったのか、かなりあっさりといけました。パネルの調整がめんどくさいですが、ターンに余裕はあるので比較的やりやすかったです。と言っていると来月は苦戦しそう。何はともあれこれで6までクリアです。次回は7ですね、終わりが見えてきました。前にも言いましたが、全クエが楽しすぎる。以降も楽しんで進めていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。